さて、ネザーゲート間を移動するとなんかすごいことになってますね。なんか溜まってるのかな。何これ。ラグいよこれ。ちょっとどうなってんのこれ。すごいことになってるよ。3人じゃ足りてないよね多分ね。すげえ頑張ってる。頑張れ。ちょっと多すぎるよねこれ。ちょっと処理能力オーバーしてるよ。まずいんじゃないのこれ。そこにみんな押し込められちゃってるよ。あ、ついに足した。これはやばいんじゃないの。ちょっと一人死んだね多分ね。こんな多いとは思わなかったわ。どうなってんの一体。あ、3人いるんだちゃんと。なんだ、なんかそこに挟まってたみたいですね。ゾンビピックマンのせいで。さて戻ってまいりました。よいしょ。で、このブロックの上からですね、23ブロック上まで上げて、落ちてくるようにしましょう。ですね、何のブロックにしよっかな。後でやるとしてもだよ、石レンガにする。ここはよいしょ。あ、そっか、ここじゃないね、もう一個上だね。よし、まず落ちてくるときにね、モブは動くんですよ、少しふにゃ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 。なのでこうやっていってリングを作ってあげてね、ちゃんとここに落ちるようにしてあげないと、モンスターが飛び散ってしまうので落ちてくるところが見えた方がいいんであれば、こんな、あ、そっか、でもちょっとここは隠さないとダメか。まあいいや、後でガラスかなんか入れようか。よいしょ。ガラス壊しちゃったりするんですよね。よいしょと。で、ベイビーゾンビとかが出ないよね、多分出ないと思うんだけど。ガラス、もしダメだったらガラス入れます。あとは、本当はね、水とか使ってやりたいんですけど、ラグがね、やっぱあるんですよね。クリエイティブでいろいろ作ってたんですけど、クロックで水を流しっぱなしにしたりするとね、流したり止めたりすると、やっぱりラグがね、結構カクカクするんで、離れててもね。そうだ、高さを見てなかった、ちゃんと。よいしょ。ここが F3 で調べると 172.5 なので、23マス上げるとしたら 195.5 まで上げる感じですね。よし、 OK、 195.5 まで上げましょう。これガラス入れた方がいいかな、ちょっと心配なんですけど。モンスター出てくんじゃねえの。ちっこいね、やがましいやつがいるんですよ。よし、じゃあこれで、あとはね、20×20 ぐらいでいいかな。いや、もうちょっと大きくしようか。何層か作るつもりなんですけど、本当にモンスターに自走して落ちてもらうだけのシステムにするつもりなので、そうね。モンスターはね、この高さから落ちると、正確にはここハーフブロック置いて23きっちりしますけど、ここから4方向に流して、まあ一番シンプルなもう形ですね。それがね、結構モブがね、勝手に自走するということを利用すると楽なんですよ。よし、そうだね、8、8、8でいっか。88、20にすると水路の計算が大変ですから、小さいやついいや。1、2、3、4、5、6、7、8、ここで8ですね、ちょうど1、2、3、4、5、6、7、8 と。 OK、 じゃあそこまで伸ばして、あとはよいしょ。
よし、また丸石を大量に使う羽目になるな。あ、丸石は別になくなってもいいんだけど。 OK。 2、これ石が必要になるかね。全部丸石の方が弱ったかな。OK。 じゃあ、4方向に水路を伸ばしていきます。水路を伸ばし終わりました。もうちょっと大きくしてもいいんですけど、そうすると真ん中にね集まる時間もかかるので、もうここしか湧く場所がないので、そんなにね、大きくする必要はないと思うんですよ私。なのでもうどこからも見えなくなるので、こんな感じで水路を2マス配にして、ここに水を流す感じですね。ここ落ちると厄介なので、一応塞いでおきます。よし、こっちもね一応蓋はしたので、今30匹ぐらい上にいる感じですね。直接落ちてきたやつは死んでしまうので、そこがちょっと怖いところですけど、よいしょ、落ちてくるかな。落ちてこなかったらちょっと変更しなきゃダメなんですが、ゾンビがハート1しか残らないはずなので、やろ、このまま落ちてくるってこと？あ、雲は出てきちゃうんだ。なるほどね。じゃあ閉じときましょう。さて、大体終わりました。ちょっと今ね、一つ問題があってですね、たまにクリーパー爆発するんですよね。今ね、ハードでやってたんですね。そしたら、クリーパーの爆発までの時間が早いせいで、対比行動を取る前に爆発されちゃうので、ちょっとそれどうしようかちょっと今悩んでます。倒すところはここなんですが、よいしょ、今ね爆風でここ吹っ飛んじゃったんで直してました。でここに余計のチェストをね置いて、ここに物を入れると例えば拾っちゃうんですよどうしても。なのでいちいちそっちのチェスト入れるのめんどくさいんで、火薬、腐った肉、鉄とかね、拾っちゃうアイテムを全部ここに入れるとそっちのチェストにしまわれるようにしました。でちょっと楽になりましたね。ちょっと大きくなっちゃいましたけど。で、余計なグッズはここにしまわれて、みんなそれぞれの場所に収まるという感じですね。今ちょっとテスト運転してたんですけど、なかなかいい感じかなと。一回なんかピースフルに変えると、たまにエンティティが全く動かない時がありますね。エンティティ、その後ハードとかに戻しても。それは何だかよくわかんなかったんですけど。これで大丈夫なはずだね。これ壊しちゃってもいいかな。ここに近づくとクリッパー多分見えちゃってね。ここら辺でやるのがベストなのかな。ちょっとここ変えようかな。よいしょ。ちょっと、デンジャラスですね、今。あとそれ動かすから、ここもこれに変えて、ここら辺から狙うか。でちょっと変えてやってみますね。でなんでか分かんないけど、あっち側に戻るでしょ、ここでハードかなんかにしハードでやってるでしょ。で向こうのね下の方に行くと、もう100匹ぐらいいるんですよ、あそこの中に。なんでなんだろう。今増えてってますね。今上に30匹ぐらいいますね。35匹いますよ、あそこに。 OKOK、 じゃあぼちぼち湧いてますね。
なんか他のとこでちょっと湧いてるみたいですね。10匹前後、12、3匹湧いてるみたいです。なので海の下にちょっと空間があるのかもしれないですね。私が見てなかった、探索してなかったところ。で、こんな感じでね、やって、ここまで近づくとクリッパーが爆発するので、それが恐ろしいところですね。まあ、とりあえず、稼働はしてるんで、まあいいかなとは思いますけど、このウィッチって子は、ちょっと体力高いのかな？常に石の剣使っても2発、3発叩かないと死なないので。エンダーマンをやりたいところですね。かなり落ちてくるんで、ちょっとまあ、お手軽で作った割には、コストパフォーマンスが良かったんじゃないかなと思います。ちゅうことでですね、ここにエンチャントテーブルを設置するか、ここにも設置した方がいいよね、多分ね。なんか 1.8 からはね、3レベルぐらいでなんかエンチャントができるようになるんで、まあこれで十分かなと思いますが、OK。で、まあ、上に70匹いますね。まあ、効率相当いいんじゃないかな、これ。なかなかね、やっぱちょっと落ちてこない時があるので、それがちょっと難点ですけど、でまあ、非常にチープに作ったので、まあ、それはそれでいいんじゃないかなと。これだけ落ちてくればね。もうレベル30か。すごい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 。で、調子乗って近づいていくとね、クリッパーが大爆発する。それが怖いところですけど。よし。よし。OK。ってことで、まあ、経験値としては、ここで、まあ、貯められますね、十分ね。で、ソウルサンドを置いてるんで、この上に乗ったアイテムは全部、さっきね、ここにハーフストーン置いてたんですけど、それぞれ死んじゃうんですよね、大半のモンスターが。なので、ソウルサンドで1、ハーフブロック分上げて、ちょっとその問題を解決しました。今見ていただいてる通りね、拾っちゃうんですよ、たまに。どうしても。なので、本当はね、ここぐるぐる回りながらやりたいんですけど、そうするとアイテムが散らばってしまうので、もうそれも諦めて。これだと、一応アイテムは散らばらないしってところかな。まあ、結構落ちてきてくれるんで、うん。ただ4本の水路掘っただけにしては優秀ですね、この形は。ただ次のバージョンとかになってね、バージョンが変わったりすると、どうかはわかんないですけどね。またそしたら新しいの作ればいいから、まあ、臨時のものとしては十分活躍してくれてるんじゃないかなと思います。ということでですね、ここに余計なものしまって、火薬、鉄、弓矢、エンダーパールを取っとこうか。ここに入れとくと、まあ、勝手に収納されるってことですね。それはただ、チェストをホッパー、一番下のホッパーにつなげただけです。一番下のホッパーにアイテムが入ってる状態だと、ここでカチカチ、本当はなるんですけど、この形だとならないということですね。まあ、うん。非常に便利なので、作り方ご紹介した方がいいかな。アイテムエレベーター。まあ、興味ありましたら、コメント欄にてお知らせください。ちょっと詳しい解説は、この動画ではしないので、また後で作るかもしれません。ということで、また、今回はこれで終わりかな？わかんないけど。とりあえず動画区切りますね。ここがメインのね、エンチャント施設になりそうなので、ギミックを入れようかなと思ったんですけど、空中なんでね、ちょっと。ギミックとしてはね、これでいいんじゃない？で、ここにエンチャントするものを詰め込んでおく。例えば、あと、周囲キットも必要なのか。で、ここにね、しこたまグッズを詰め込んどいて、例えば、もうダイヤモンドは安定供給域に入ったので、もう無駄遣い全然 OK だと思うんで。うるさいな、あんたら。ちょっと音。ちょっと待って。よいしょ。ちょっとお待ちください。ちょっとここに25匹もいるとうるさいので、ちょっと処分します。まずい、爆発する。よし。片付いたわ。よし。OK。45レベルになっちゃった。それで何をするかなんですけど、これでも音量下げてるんですけどね、例えばツルハシを3つぐらい作っておいて、これもいらない、よし、4つぐらい作っておいて、まあいいや、あとでまた使うか。ここ本でしょ、でここツルハシにしよっか。
で、いつもね、エンチャントする前にわざと作ってっていうのがめんどくさいので、もう作って置いとく。いいと思いません？このアイディア。もう、ツルハシはとりあえず当分いっか。じゃあ次は何にする？よく使うの剣だよね、多分ね。剣にして、これも全部いく。よし。わお。あ、そうか、剣くれる人いるんだっけ？下から取ってくれよかった。なんか無駄した気分だね、ちょっと。まあいいや、ダイヤモンド下にワンスタックあるんで、まあ無駄遣いしても OK かな。よし、あとはあと何必要？スプーン？スプーンだね、多分。スプーン行ってみようか。スプーン、よし。もう一個作ればね。よし。拾えないよね。じゃあそれでいいかな、とりあえずは。斧はね、結構持つので斧はいいかな。斧もいく？これでとりあえず当分持つでしょ。あと場所覚えられないので、私こういうの看板貼っとかないとダメだね、多分ね。ここ外して、ここに看板立てとこう。看板立てよっか。それとも本棚をもう一段作って、本棚、本こんないらないもんね。64、よいしょ。またうるさくなってきた。よいしょ。本をね、十何冊作るのが大変なんですよね。あ、本棚を。よし、これで何個いける？これで21いけるか。 OK、 16？ いや、これで足りるでしょ、多分。よし、で、もう一段上げて、本当はね、なんか凝ったギミックを入れようかなと思ったんですけど、ちょっとここじゃ無理だな。これで、看板つければ OK なんじゃない？ちょっともう溢れ始めたね。また処分しますか。なら、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 別に剣使う必要ないですけど、ゾンビだけのやつなんでね、どうせだったらもう石の剣使おうよっていう話ですよ。ちょっと無駄なもん増えたね、ついて。これが本だよね。じゃあ、ブック。あれ？ブック。これがツルハシだから、ピック、アックスと。言いづらいな、これ。看板の意味ねえぞ、俺。で、エンチャントしたいときは、ここから、物を取って、よいしょ、入れとこう。物を取って一冊出して、エンチャント。いいじゃないの、これ。ちょっとした便利さですね。飛び道具体制読んだっていいのだったね。エンチャントした本をどっかにしまいたいんですけど、どうしようかな。ほら、看板でも暗い俺の。エンチャントした本を、なんだっけ、かなとこって読むの、あれ。あれと一緒にしよっか。鉄のブロックを持ってきてる。55個あるね。オッケーオッケー。1、2、3。4個必要かな。そうだね。鉄がないので、鉄を作って、こうですね。で、こうですね。オッケー。とりあえずどっかに置いときたいけど、これ、この上とか乗れんのかな？ダメか。キーンって言って置けないの。それ。キーン。おいた。これ効果大丈夫なのかな？置けるって知らなかったな。これでいいんじゃない？本の収納場所を考えてましたけど、ないので、もういいや、ここに、置いて、こっちが、防具と3つ欲しいんですよね。まあ、いっか、とりあえず当分は。防具こっちにしようか。
防具こっちにして、こっちがなんかツルハシとかにつけるやつでしょうか。よし、真っ暗やの。静かになったね、ちょっとね。こうやってなんか落ち着きがなんか急にね、全くわからなくなったりするっていうのは挙動がおかしいんですけどね。だからね、今3匹しかいない上に、さっきまで30匹いたのに、たまになんかね、こうやって静かになったりするんですよね。よし、ちょっと暗いので明るくしていきます。さて、それではね、ちょっとここのゴミ箱を整理しようか。ここにね、いろんなジャンク品がたまるので、あ、これじゃダメじゃん。もうちょっと広くしないとダメ。よし、ここにスティッキーピストンを置いて、こんな感じでどうだ。で、ここに貫通板にするかレバーにするか。貫通板でいっか。貫通板作ったような気がするんだけど、どっかで。またうるさいうるさい、ちょっともう。よし、で、ここに乗ると反応するようにしたいわけだから、どうしよっか。これ下からやんなきゃダメだね、多分ね。こんな時に水がないというね。ちょっとこの人たち処分したら水取ってきます。で、またちょっとここ下やってきますね。よいしょ。ちょっとこれ怖いんですけど、どこだっけ、ここここかな。ここちょっと2つぐらい出しとくか。よし、これはね、ジエンドで、エンドでね、あのエンダーマンファームを作るときに使う技術ですね。これ覚えておくと便利ですよ。ここはやめよう。おおそれ、ここ置いてなかったんだっけ。あぶねえ、また落ちることだったよ。ここまで持ってきて、こうしよう。ここで、やめて、ここも下ないよね、多分。よし、私クランチモードだよね。よし、それでここで反転させて、ここでこうしよう。これで終わり。それで砂岩が全部使っちゃったからないと。よいしょ。ちょいお待ちを。よいしょ。で、そうすると下が穴が開くんですけど、これ俺落ちるだろうな、多分一回は。自分でハマって落ちそうな気がしてならないんだけどな。大丈夫かな。落とし穴にはまる人ですから、私しょっちゅう。そうすると開いた時のあの色の違いとか気になるね。あら、閉めちゃった。あー、そこはダメなのね。そうか。よいしょ。まあ、いっか。これでいいかな。ここに乗った時しか開かないからね。怖いけど。で、これで前見ながらこれポイポイすればいいってことだね。こういうね、いらないものどんどん捨てていかないと、たまにこのチェストがいっぱいになっちゃうと終わりなので。やばい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 、シュイーって言ってるよ。 OK OK。 じゃあ何をアップルでしましょうか。ブックでいく。よし、ブック、カモン。なんか耐久力とか多いな。耐久力はどっち？こっちかな。オッケーオッケー、これで TNT が作れるじゃないか、そろそろ。さて、一体何が起こってるのか、もうよくわかりません。ネザーゲートから出てくると、いつもね、ゾンビピックマンが上に200匹ぐらい、150匹ぐらいいるんですよね。これで何なのか。もう、まあ別にそんなに長くないのでいいですけど。よいしょ。もうすごいですね、これ。結
経験値トラップとして使えないかなと思ったんだけど、あっちと併用してるんですよ。あっちもなんかねよくわかんなくて、5分10分ぐらいはすごいコンスタントに湧いて、エンティの数もねだいたい80ぐらいで平均で出てるんですけど、上のね、あ、全部合わせた世界のエンティティですね。ただね、それをちょっと7、8分過ぎると急にエンティティの総数がどんどん減ってきて、最終的に10とかになっちゃうんですよね。で、モンスターが全くわからなくなるという。で、ネザーゲートで一回出ると復活するんで、下に降りてきて、ゾンビピックマンを倒すというね感じでやってますけど、よし、じゃあ今ね、これをね、あのフェザーフォーリングをつけようかなと思って、この落下耐性4、あの落下ダメージ減らしてくるやつですね。もうだいぶ減った？あ、上だいぶ減ったね。今エンティティが下に160匹ぐらいいて、上に8匹か。じゃあこれで終わりにする？その3匹ぐらい、その3匹で終わりね。よし、じゃあ打ち止めです。終わり？よし。で、ちょっとこっち切って、ゴーレムさんに任せて。今のところちゃんと動いてますね、これはね、システムとしてはね。ちょっとラグいですけど。よし。で、一気にヒュイッ。